高崎正春は、鹿児島県出身の建築家、地域計画家、物人建築主催、京都芸術大学教授、王立英国建築家協会名誉フェロー建築家。1967年、14歳で建築を、志し、中小空間の中で、己の中心を見つめる家、瞑想魔を発表する。1975年、ものこそ人なれをスピリットに、 モノニ人宣言時、モノニ人建築を創立した。モノニ人工房を設立し、展覧会や出版物を通して、社会芸術としての建築を発表する。1976年大学卒業後に通し、ヨーロッパを拠点に活動を始める。1977年から、シュトットガルト大学グラーツ工科大学の教授と共同し、西洋建築の歴史と伝統を学び、 ヨーロッパ文明を生活に根ざした視点で体験し、ヨーロッパペルシャアジアの文明を結ぶ、海のシルクロード建築構想の平和プロジェクト構想を根幹に設計活動をする。1978年ロンドン、A スクールにて展覧会を開催し、プロデビューをする。建築家、ピーター・クック教に指示。シュトットガルト大学教授、グラーツ工科大学教授と共働けする。 1982年に高崎物人研究所を設立し、1990年に高崎正春都市建築設計事務所を設立した。2010年に国際物人協会、国際自由建築大学を設立し、次世代の建築家の育成と建築教育を研究し、ヨーロッパとアジアを結ぶ国際交流を行っている。1982年に高崎物人研究所を 東京原宿に開設し、社会芸術としての理念の具現化に向けて、住まいから町づくりまでの設計を開始する。1990年に、高崎正春都市建築設計事務所を開設し、少子、高齢化が厳しい過疎地域に、正面から向き合い、持続可能な地方建築を提案している。2001年度、王立英国建築家協会名誉フェロージュ式典で、 高崎市の建築は広範な日本建築界ばかりでなく世界の建築界で比類なき存在であると紹介された。また長年の建築作品が独創性あふれる芸術的文化的表現に挑戦していると称され王立英国建築家協会ジェンクス賞を受賞した。ニューヨークのプリンストン建築者より作品集高崎正春。 アンアーキテクチャー・オブ・コスモロジーが出版され、2002年には、アメリカ CNN 放送により衛星放送、パーソナル・スペース、高崎正春が放送されている。2011年3月11日に、東日本大震災復興建築プロジェクトを立ち上げ、心シェルターと命名した住まいを、原発 23km 県周辺の避難所で、具現化した。また、デイズド・マガジンにて、 原発被災地支援活動のインタビューが組まれた。2011年に心を基軸に自然災害や貧困、紛争地、日常生活などにおいて助けを必要としている人々あるいは場所を支援するプロジェクト心シェルタープロジェクト心シェルタープロジェクトを開始した。原発キロメートル圏周辺の被災地で東日本大震災復興建築プロジェクトを 展開している。この活動について、2011年10月30日に、開催された東北大学ティドクストハフク2011にて講演し、YouTube で公開されている。長年熟行した木造建築、天地の家が2010年度、ターシャン世界建築年間作品選手、アーキテクチャーナウ7ナナ、2011年度、ターシャン世界現代住宅作品選手、 100コンテンポラリーハウジズに選出される。イギリスアーティクル25主催の Object of Change 2011,10 by 10 l o n d 2011,Drawing the City in London 2012の展覧会に作品を発表する。その作品はチャリティーオークションで販売され、売上金は被災地への建設提言活動の基金となった。2012年第13回ベネチアビエンナーレ。 国際建築展とロンドンで開催されたアーティクル25主催のドローイング展にて作品を発表する。また、12月に早稲田大学芸術学校にて講演を行う。環境生命体の建築を唱え、ものに人の心を宿すオスピリットに人間精神の生命活動と自然水準を基調とする生命建築法で天空と大地、 心の宇宙に響く建築を提唱している。新建築国際住宅設計協議の伊藤、受賞作では審査員のピーター・クック教授に、これは最高の建築であり私を恐怖させると評される。1、天人プロジェクト天日とプロジェクト申請、生成、宇宙意識を基調と姿勢なるものに響く空間を、 創造するプロジェクト2風人土人プロジェクト風人土人プロジェクトプロジェクト生活の継続性とコミュニティを基調とし天空と大地に響く空間を創造するプロジェクト3心人プロジェクト心人プロジェクト心の対話と人としての尊厳を基調とし心の宇宙に響く空間を創造するプロジェクトありがとうございます